皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は予告通り独特急強襲揚陸艦2番艦のマラドの就役式が6月28日に行われたってニュースを紹介するね。25日に海軍に引き渡されたってニュースが出ていたんだけど、28日に就役式を開催する予定だって言ってたんで待ってたんだよね。映像を紹介するけど、結構なしょぼさだよ。独特の時には海外の技術協力により構築した戦闘システムを国産化したって言ってるし、いろいろなものを国産化したみたいなんで今後が楽しみでしょうがないよね。ただ、独特の時の回転式のレーダーから、4面固定式のレーダーに変更しているんだけど、これは残念ながらイスラエル製になるんで、問題なく運用できちゃいそうなんだよね。10月頃に実戦配備されるみたいなので、イベントデビューはこれまでドクトが務めてきた、元旦に市民を甲板に乗せて初日の出を見ようの会になるのかな？画像や映像の中で、来賓席に平日の昼間なのにちびっこが映っているのが気になると思うんだけど、島の方の、マラドの住民代表として、なぜか、前、村長とその息子が招待されたってことらしいよ。よくわからないけれど、現村長は野党系とかなんで招待されなかったとかなのかな？それじゃ、ニュースを確認していきましょ。独特、より性能高い輸送艦、マラド、就役、軽空母建造に一歩近づく。韓国海軍が28日、京山南部土地根で、マラド、LPH-6112 の就役式を開いた。就役式とは、正式に海軍の艦艇になったことを宣言する行事。戦力化訓練で作戦遂行能力評価を受けた後、10月頃実際の作戦に配備される。マラド就役で、2030年代に導入を推進する軽空母に一歩近づいたという評価だ。マラドは2007年に就役した、独特、LPH-6111。より性能を向上させ、これを建造しながら軽空母技術を蓄積した。海軍関係者は、マラドの就役は、軽空母運用ノウハウの習得と、能力の確保にも寄与する、と述べた。海軍は、韓半島、朝鮮半島、南側の海域と海上交通路の守護の意思を込めて、韓国最南端のマラドを艦名にしたと説明した。当初、イオドも艦名候補群に含まれたが、イオドは島でなく暗礁という理由で脱落した。これに先立ち海軍は、大型輸送艦の艦名をトンヘ、日本名、日本海、ソヘ、公海、ナムヘ、で最も遠く離れた島の名称をつけることにした。独特と、マラド、という艦名が付けられた背景だ。マラドは重量19,000トン、満載数量基準、全長 199.4m、全幅 31.4m、最大速力時速 43km、規模が大きく、乗組員330人と海兵隊兵力など、計1000人の兵力と装甲車、車両を搭載できる。またヘリコプターと空気浮揚艇、LSF に、2隻を搭載できる。規模で見ると軽空母級だ。さらにヘリコプターを運用する能力を保有する。このためマラドを軽空母に分類する見方もある。しかしマラドの甲板は耐熱性が不足し、垂直離着陸機は離着陸できない。日本もヘリコプターの離着陸が可能な出雲型、DDH-183、護衛艦を保有するが、軽空母に分類しない。ただ、昨年から、加賀、DDH-184 と共に軽空母に改造するため甲板改修などを始めた。マラドは2番目の大型輸送艦で、独特以来14年ぶりに就役した。2014年12月に阪神重工業と契約を締結した後、約7年間にわたり艦艇の建造及び搭載装備の設置をしてきた。マラドに搭載された固定式対空レーダーは、回転していた従来のレーダーより対空標的探知率が高まった。
このため周辺を警戒しながら速い速度で移動でき、立体高速上陸作戦が可能だ。飛行甲板と減速ランプを補強し、航空機の離着陸及び搭載能力を高めた。米国のオスプレイも離着艦が可能だ。外国製を使用していた主要装備は性能が向上した国産装備に変更した。国内で開発した探索レーダー及び戦闘システムを搭載し、対艦誘導弾防御誘導弾、ヘグン、で艦艇を保護する。ってことで、マラドが軽空母級だなんて言ってるけどさすがにそれはないでしょ。もうこれから建造する予定の軽空母の方に頭がいっちゃっていて、軽空母なんて言ってると思うんだけど、普通にヘリ空母だよね。あと、ドクトよりも航空機の離着艦能力を高めて、米軍のオスプレイの着艦も可能だって言ってるけど、それ、ドクトでもできたことなんだよね。しかし、軽空母導入を海軍が決定する前にマラドの建造は終わっていたはずなんだけど、どうやって軽空母建造の技術を蓄積していたんだろうね。韓国が建造する軽空母はおそらく満載排水量基準でマラドの2倍以上の大型艦になるはずだし、23ノットしか速度が出ないマラドに対して、30ノット以上になるはずなんだけどどうなんだろう。しかも、レーダーの改善により高速立体上陸作戦が可能だって言ってるのに、なんで航行速度がドクトと変わらないのかな？さらに、なぜか対空防御ミサイルのラムを外して、垂直発射管から、ヘグン、が発射可能になってるんだよね。他のニュースでもみんな発射する方向に制限があったラムから、垂直発射するヘグンに変更したので全方向への対応が可能で、艦艇の防御力が上がったって、国防日報ですら言ってるんだけど、それって強襲揚陸艦を護衛する駆逐艦やフリゲートの役割なんじゃないのかな？韓国は強襲揚陸艦を単独で運用するつもりなのかな？それとも悪い癖がまた出ちゃって、それぞれの役割も考えずに、とにかくスペック上高性能なものを全部乗せしちゃった結果なのかな？いっそのこと対艦ミサイルや魚雷なんかも搭載して、僕の考えた最強の強襲揚陸艦、にでもしちゃえばいいんじゃないのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。